宮市亮は2015年に高校の同級生と入籍しており、激川だと話題になった。愛知県選抜時の宮市は俳優の佐野岳と同じチームで戦ったことがある。宮市は小学6年生まで野球とサッカーを両立しており、サウスポーで投手を目指していた。高校時代の宮市はその俊足とドリブル突破から和製シーロナウドと称された。4度の膝の大怪我をした宮市は苦痛と絶望を跳ねのけて2023年5月にピッチに舞い戻った。宮市の好きな料理はマリノスで練習後に食べる豚キムチうどん。